は全時間参加をはどこかの時間をでたくさん来てくださった方に絵の特典企画つけたいな。じゃメモっとく特典。あとは、まあ、そこまでが今おすすめしているところの決めた企画なんですけど、こっから先はまだね、なんとなくしか決まってないんですけども、まずまずクイズ大会、クイズ大会はやりたいな。4月15日、まあこれね、とりあえずここに入れてるだけだから、まあ、日にちとか関係ないんですけど、クイズ大会、そして逆質問、そしてこれも企画いただいたんですけども、早めの七夕企画。7月が17日しかないんやけど、7月17だともう七夕き終わってるので、6月の11 1個前の6月11にこれ入れたんやけど、早めの七夕企画、ショールームでやってたのを知ってる方はあれです皆さんのお願い事をこう、ね、コメントで送ってもらって、書いてここにどんどん後ろに貼っていくっていう七夕のね企画をやってたんですけども、それをやろうじゃないかっていうお話し会で、願い事はこれですっていうのを言ってもらって、こうその場で書きます。私がなんか付箋、ちっちゃい付箋系をいっぱい持ってって、ここに書きます。でこれ全部持ち帰りまして持ち帰りまして、今回の七夕はこんな感じでした、ビャーンって感じで七夕まで飾っておくと、もう1ヶ月ぐらい前から飾れるので、これ7月7日でしょ、七夕。6月11日にはもう願い事集まってそっから7月まで私が大切に保管して飾っておくそうすると叶うんじゃないか、もう叶うであろう。だってそんな約1ヶ月ぐらい前から飾っておく人なんていないじゃないですか、七夕のためにね。これすごいお願い事の運気めっちゃ上がりそうやん。そう、こんな感じで七夕企画を6月11日にやろうじゃないかという、どうですか、いい企画やな、いい企画やろ。これももらったんですけどね、ありがとうございます、とても採用。てるてる坊主に願いをね書けんだろ分かりづらすぎやろ、てるてる坊主に書いたら。こんな感じで七夕企画も用意しましたよと、クイズ大会、逆質問、七夕企画、そしてもう一個これもどうかわからない、私が考えてみた企画なんですけど、一個新しい企画考えました。その名もででん、イントロクイズですどうですか、イントロドン、どう。これは歌企画、歌ってくださいみたいなやつとかをお話し会でやってみたらどうですかってね、結構前から言われてたんですけど、歌うのはさ、なんか気まずい空気になったら困るやん。愛さんが家方に向かって一人で熱唱してるところをなんか見られてみたいなね、気まずい空気になったらちょっと困るじゃないですか。なんか歌うのはちょっとなんかリスクが高いなって考えた結果、イントロを私が歌うのはどうかと思って、テレレレテレレレテンみたいな、例えばね、チューン、テレレレレレレレ、なんでしょうみたいなわかりますか、これシューン、テレテレ、風はなぜに泣いているのかですよ。正解は、そして人は無力と思い知るイントロバリ短い、
シュン。テレレテレレレ風は。面白くないと。私が結構その前に曲を聴き込んでいくので、イントロを結構再現できるように聴き込んで、うん、ST の曲でね行くので、それを答えてもらうっていう企画でございます。オンラインオンライン、これオンラインの企画です。オンラインの企画で1個イントロクイズっていうのを入れてみたけど、全然却下してもらっても構わないそう、でも私は結構楽しみできるよ。アイスがイントロ歌うから。あと何が、あ、もうここで言ったらバレちゃうからダメだ。アイスがイントロ歌う、そう。もう本当はイントロ流れるやん。イントロ流れたら分かるやん、さすがに。でもアイスが口ずさんだら分からん。むずい、難易度上がるよっていう。どう？イントロを歌う、新しい。え、全然出してくれてもいいですよ。イントロクイズドン、イントロでドン。私は答えるのもいいよ。イントロ歌ってくれても。ぜひどうでしょうか。採用、じゃあ採用決定で。イントロクイズをどっかに差し込みますね。これ新しい、新たな、今回からの新たなお入企画ということで、イントロクイズよろしくお願いします。初訪問ありがとう、明けましておめでとう、今年もよろしくです。そしてあとは副系ですね。6月24の直接会える大阪、直接会える大阪は浴衣、衣装、浴衣衣装、みんな浴衣だよって決まってるんですけど、これ以外にも、ソラハと一緒にやることも決まりました。ソラハ言ってたかな、あ、ツイッター出してたか。これは日にちも決まりました。4月30日にソラハティアンとおソロコスプレすることが決まりました。お悩み相談、確かにお悩み相談復活させてもいいかも。あそこに入れようかな、お悩み相談は。じゃあセーラー服セーラー服のとこに入れてもいい、お悩み相談、ホワイトデーのお返しエピソードと、お悩み相談室。いいかも、それ。4月30日はソラハティアンとおソロです。そしてその次、5月4日、5月4日の木曜日祝日のとこ、オンラインね。5月4日のオンラインはミッチュとコスプレします。イエーイおしょーい。そ、ソラハ企画、ソラハ企画だよ、聞いてた。4月30日、ソラハちゃんは4月30日ソラハティアンコスプレです。おそろっちで、5月4日木曜日祝日オンライン。5月4日の木曜日はみちゅとコスプレします。もしょーい、心よく OK いただきました。交渉成功、ありがとうございます。嬉しい、ありみちゅ、ありみちゅ需要あってくれっていう感じでね。ありみちゅ推しの方がいっぱいいるよねっていう感じで、ぜひこれはもう来るしかないよ。ありみち推しの方出番だぞ。もうね、決めました。まだちょっと内緒にしとこ、まだ内緒にしとくね。あいさがみちとこれになりたいって言ったら、可愛いの見つけてくれた、みちが。なのでそれで行こう、決まりました。あきらめ、ありがとう。ありみち推し、ありみち推しに宣伝しとってね。頼んだ。あきらめ、ありがとう。初訪問ありがとうございます。そしてもう一方、スペシャルゲストの方、スペシャルゲストもう一方はドルルルン、吉田沙羅さん、ありがとうございます。
吉田沙羅様です。吉田沙羅様は、ここです。5月の27日土曜日、ここのオンラインの話し会で吉田沙羅様と私服交換ですっていうのを決めました。そう、相思相愛、これ相思相愛しちゃってまだ言ってないかもね。サラピ、まあ、サラピはサラピのファンの人に言ってないかもだけど、5月の27日にそうサラピがお話し会なんかしようよって言ってくれて、ええでーってアイサがやろっさーって送ったんですけど、サラピとやるならあの前さアリカンと耳クローゼットだったっけ、なんだっけちょっと忘れたけど、サラピのあの神戸コレクションのねファッションプロデューサーでお互い作った服で交換したよっていうのが7枚目じゃない8枚目のお話し会であったんですけど、お互いデニムの服着てワンピース着てで一部だけ服交換してっていうのが結構好評だったんですよ。全然違うからね私服の系統が。そう、結構それで好評でして、それをやろうって思ってたん。アイシャが私服交換しようやって言おうとしたら、服交換やろうってサラピが送ってくれて、なんだそうしそうじゃないかっていう感じで決まりました。以上なので5月27日はサラピ様と私服交換にします。よろしくお願いします。そう、 ST48 の私服おしゃれ峰吉ありさ、サラ吉田沙羅様が交換したらさてどうなるのかっていう企画です。これとても楽しみ、ぜひお楽しみに楽しみオーディションで勝ち抜いてファッションプロデューサーになった方々ですからね、これ激アツ企画ですよ。うんうんうん、初報もありがとうございます。そんな感じですかね今あの決まってるので言うと。以上、私が今今日のうちに決めた企画はこんな感じです。そのオファーをしていただいて OK してくださった方との企画はもう日付決まりましたよと。で、逆質問とかクイズ大会とかイントロドンとかはあの全然どこでもいいからまだ決まってないとこに差し込んでいくっていう感じにはなりますってなったら、最終日だけ開くんだよね。まあ最終日って感じ。ハーっていうゲームはなしかな、今回やんないですハーティーゲームはやんないかな。そんな感じです。あとはまあこれもまだこれはまだ言ってない、オファーしてないから OK 出るか分からんけど、とある方に私服借りようかなみたいな、まああわよくばもらっちゃおうかなみたいな。 OGST48OGのあのパイセンに私服をちょ借りよっかなみたいなとこあるかね。チーク貸してもらえませんみたいな、個性あのこれが私だっていう個性あふれる私服貸してくれませんって言って、それでやろっかなみたいなそれ魂いい感じ取ってもらうどう OG ST48 と OG のあの方です。あ、もうあげるよって言ったらもらうしそう、それでこれはあの方の服ですってね登場して、そっから魂みんなに感じ取ってもらおうかなみたいなのも考えたけど、まだ言ってないから、まあ OK 出たらって感じ。どうもありがとう、心よく、あー、ええでーって言ってくれそうな人おるやんそうです、田中孝子です
なんかココティアンに収穫化してもらおうかなみたいな、どっかでそういう企画作ろうかなとは考えました。まあそんな感じ。今考えた限りではそんな感じですかね。なのでこれ企画がとりあえずおすすめしてるとこだけはガチガチに固まって完成したので、これはツイッターに載せようと思っております。なのでこれも配信が終わったらツイッターに載せるので全力拡散で皆さんよろしくお願いします。とりあえずは今が一時受付なのか、一時受付はもう終わったのか、今なんだ、木曜日の1時までか。おお木曜日の1時までか。おい待って、営期間って3時受付までしかないんですか。あらまびっくり、あらまびっくりなんだが、これは早めに企画をツイッターに出さねば。3時受付までしかないんだ。4日だ、4日の木曜、あ、いつだ、5だった、5日の木曜日の1時までが第1次受付、第1次受付、やばい。とりあえず全力、おすすめなのは2月5日です。一番早いとこ、申し込み期間が短くて一番早いとこがとりあえずどの時間も、2時間目も5時間目も6時間目も全完売狙ってて、どの時間もおすすめなので、ぜひ迷った方は初日、とりあえず初日申し込んでいただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。5日木曜日までらしいので、早めの申し込みよろしくお願いします。新年新年一発目やんね。クリスマスまでで終わったから新年一発目のお話し会、そして9枚目シングルのお話し会、一発目のお話し会、ぜひどうぞ峰吉愛さんのところまでお待ちしております。よろしくお願いします。こんな感じです。メールで企画予定、そうね、メールでも送りますし、ツイッターにも書きます。また新しく、とりあえず昨日はおすすめの時間だけを分かりやすく書いて送ったので、ここに何するかっていう企画を追加して今日ツイッターにじゃあ出します。ちょっと10時までショールーム、10時までショールームして10時半とかになるかもしれないんですけど送りますね。扇ありがとう。楽しみすぎる、嬉しい。ぜひ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 皆さん拡散の方もお願いします。うわ、友達とかもね、オンラインだからそう、ちょっとお友達と遊びに行くよっていう予定が入っててもね、一緒に参加もできますので、一緒に峰吉愛さんの剣を取ろうよって一緒に参加してくれたら嬉しいです。お願いします。絶対にたくさんたくさんね、企画をこのように今考えてみて飽きないような、昔からねいっぱい来てくれてる皆様にも、新しく挑戦しようか迷っている皆様にも、参加しやすいような楽しんでもらえるようなお話し会にしていきたいなと思いますので、ぜひ9枚目シングルの話し会お待ちしてます。よろしくお願いします。 ST48 キャランで検索 GO 今すぐ申し込みも可能です。とりあえず最初の4日間申し込んでみてはいかがでしょうか。お待ちしてます。
日夜サイダー忘れてた存在のみょううみあいですこれでね一枚も写真撮ってないからさ早急に写真撮らねば終わったら早急に写真を撮っておく。かわいいよねこれ渋くて。じゃん、報われるように頑張ります。土曜ありがとう、楽しみましょう。皆さんのお力を貸してください。どうぞよろしくお願いします。全力で頑張ろうもん、全力で戦っていこうじゃないか。初見です、ありがとう。三好ありさと申します。右上のハートをポチッと押してルームフォローお送ります。明日とかのメールか明日の朝のツイッターとかに載せようかな。苦労人みなしありさちゃん、いや本当にね苦労人っていう言葉がマジでぴったりな人間になってしまった。今まではまあみんなそうだよって感じまあみんなそうだよって感じだったんですけど、マジで私だけの言葉になってきたような気がするね。黒人すぎる、悲しいんだけどもっとハッピーに生きたかったね、まあ、それがね似合う、黒人が似合うだからなかなかいないですね。そう、困難にぶち当たってそこで諦めてたら黒人にはならないですからね。諦めずにここまで来たからこそ苦労人と呼ばれるようになった、素晴らしい人だっていう感じで行かせていただきますねでこれまた選抜への返り咲きを果たしたっていう歴史を作ったらもうレジェンドみたいなレジェンドみたいな存在になっちゃうから、ちょっと頑張っていきたいと思います。皆さん三好ありさのためにもST48 の歴史を刻み込む、新しい歴史を刻み込むためにも応援よろしくお願いします。一番尊敬されそう本当そう、まあ、その歴史が伝わってたらね、レジェンド、レジェンドオブレジェンドみたいな存在なれそうですね。メール登録したら今の可愛い学校の画像届きましたか。キンキさん嬉しい、もちろんでございますメール、アリンコメール登録してくださいますと毎日まあ3通から4通、そうやっぱねたくさん送るね、神がかったメンバーもいるんですけども、私の長所は送りすぎない、そして少なすぎないそこが結構長所でして、ね、こまめにねメールを読んでくれさる方は溜まっていくこととかはないと思うんですけど、まあ、例えば愛さん以外にも推しがいるよみたいな、たくさんメールが毎日来るよっていう方で、毎日溜めてしまうよって、溜めて一気にこう読むタイプだよっていう方、いっぱい来すぎてたらもう100件とか溜まることあるんですよ、メンバーからのメールがね。そういうことが防げるっていうね1日7通とか送ってたらね、結構1週間経ったらめちゃくちゃ多くなっちゃうのでね、そう結構そこね推しポイントです私の少なすぎない、送りすぎないし少なすぎない、ちょうどいいとジョヨっていう感じ。
そしてですね、なんともれなくどっからアリンコメールを登録すればいいのかっていう質問に答えますと、じゃじゃん、今このコメント欄があると思うんですけど、このコメント欄をへってへって左に、あ違う右にスワイプしていただきますと、こういう画面が出てきますよっていう感じでございまして、ちょっと反射しちゃって見えない感じになっちゃうんですけど、こちらです。ここに SNS っていうのをいっぱい載せてまして、インスタはこっから、ツイッターはこっからで、TikTok はこっからだよっていうのをやってまして、ここですね、プライベートメールはここですよっていう矢印をピッて押していただきますと、じゃーん、こんな感じアーシャが出てきまして、下に降りていただくと、ミネウスアリサのメールを受信するっていうところがあります。ここをピッて押していただきますと、はい、こんな感じでね、ここであとは従ってもらってこれに従ってもらいますと、明日から届くよっていう、メール届きますよっていう感じになっております。 LINE 見たでメール楽しいから、嬉しい、本当みんなのね、あのハッシュタグアリンコメールっていうハッシュタグをつけていただいたら、あのメールの返信としてね見てるんですけども、ハッシュタグアリンコメール、アリンひらがな、子は娘っていう感じで、メールカタカナ、アリンコメールっていうのをつけてツイートしてくれると見てます。私はエゴサしてますので、メールの返信してくださった方チェックしてます。ぜひ推しメン登録もよろしくお願いします。 ST48 オフィシャルの推しメン登録もお願いします。え、サンプルメールさ、そろそろ変えよう。サンプルメール、こんなメールが届くようでしょ。やばいよね。だってさ、さっきだよ、あいさ。そろそろ変えよう。これそろそろ変えない。こんなメール届かないからもう。やばいよね。今日も頑張りましたか。あいさも一日頑張ったよんよん。明日は金曜日、週末です。気合入ってるか。もう。マジで面白い。2018年に作ったんだって。なんでこの写真を選択したのかっていうね。普通ね、もう子供だからしょうがない、あの時の私は。普通ね、こういう時には自分一人の写真を使えよっていう感じですよね。ツーショットも、ツーショットもいっぱい送りますよ。それはメンバーとのツーショットもいっぱい送るけど、こういうメールが届くよって、サンプルぐらいは自分の写真だけ使っとけよみたいな感じじゃない。マジで面白い。これね、そろそろ変えましょう。2023年5年前、5年前のサンプルメールなので変えましょう。俺得すぎるメールでした本当。まひちゃんとさっき、うんうん5年前だね。もう1月やから、1月25日ほぼもう5年前。やばくない。アプリ版使ってます。あ、アプリ版もありまして、こちらはオフィシャル版なんて言うんだちょっと分からんけど、アプリ版だったら、あの普通にアプリをゲットするところから、どこじゃっけ、あとアプリをゲットするところから、 ST48 メール、で調べていただきますと、これST48 メールっていうのが出てくるので、これをあのログインゲットしてもらって、ここで推しメン登録をミニアシアリサにして、ミニアシアリサのメールが届くようにしていただけるとメールやってきます。こんな感じ。そう、月
月々のお値段が違うんですけど、画像の画質の良さが違ったりするんやったっけ。ちょっとだけ高いだけまあ良さはあるっていう感じでございます。アプリ版の方は。迷惑メールとか撮ってる方、迷惑メールか分からんけどさ分からんけどよ迷惑メールとか撮ってる方はと一緒になっちゃうんですよ、メールのやつが多分。だからあの分かんなくなんないよね、アプリ版で撮ってたら。私もあの大先輩の吉田あかりさんと荻野ゆか様、荻ゆかちゃんのメールをあのお勉強のために撮らせていただいてたんですけども、アプリ版で撮ってました。え、迷惑メール撮ってないの皆さん。撮ってないというか迷惑メールじゃないか迷惑メールにするのかわいそう。アップルとかからなんかメール来るじゃないですか。私はなんかいろいろ来ますよ、わかんないけど。これとなんかごっちゃになって分かんなくなるみたいなこと防げます、アプリ版で撮ってたら。お買い上げメール、あ、そう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 、 Hulu 今月の代金みたいなHulu 今月の代金これですみたいなとか、あれじゃん、クリア。初訪問ありがとうございます。右上のハートをしてルームフォローお願いします。どっちも良さがありますね。オフィシャルから飛んで言ってくれてもよし、アプリ版で撮ってくれてもよし。まだね1月2日で月始めでメールを取ろうかと迷ってくださってる方、今ならすごいお得ですのでね、1ヶ月分月末に始めるよりも今の月始めに始めた方がお得ではありますので、この際にぜひよろしくお願いします。迷惑メール頼みもしないのにワンサクだよね。リサのメール最高、本当？本当？ロリチャビ、そう今日ロリチャビも送ったメールで、そう初詣にね一緒に行ってロリチャビも写真撮ったので送りました。かわよぴ。ヨッピーですね。書き初めに本気を感じた。書き初めも読んでくれましたか？昨日のね、お書き初めお書き初めは私はストイックに生きると書きました。そう、その書き初めに書いた通りなんですけどね、ストイックに生きるか今年のまあ自分的の心得と言いますか目標、目標まではいかんけど、心得、心に留めておく気持ちでございます。ストイックに生きるっていうのが、まあ、何事にもですね、ストイックアリサです。そう、自分に甘えてた部分を脱却、今年からは自分に厳しく生きます厳しく。鬼までの書き初めがなかった、あ、そういうこと？あ、そういうことね。いや、おもろ、書いてもらう？言っとこっか。今年の目標、今年の書き初めは何ですかって聞いてみる。返信来るでしょうか。おい、ベベベベベ、いてて、足の上に携帯落ちたやんけ。確かに去年だったっけ、一昨年はあったよね。しかも今年はでっかい
長い習字じゃなくてコンパクト俳句みたいな川柳みたいな書くやつになったんですよに筆ペンで書いた。鬼マネコウコちゃんじゃないですよ。コウコちゃんはマネじゃないマネじゃないからね。鬼マネは私のマネです。打倒半角形マジ面白すぎるよね。やばすぎた。だってさ、ワンシンギターに関しての目標じゃんそれ。そう、もっとグレープのことをかんねえ、おもろい。何これ、奪還来ました。今年の書き初めは選抜奪還真面目だった選抜奪還感奪還多分合ってる。4文字で来ました真面目でした。さすが。あのことを思ってくれている奪還。健康第一終わるよ、だっておもろい。そうだね、健康第一最強鬼マネがついに今自粛しているこの一番悲しい年末年始の時期に自粛期間になりました。かわいとうすぎる。お祈り申し上げます祈りを捧げとこう味かわいそう。そのみんながね、スタジオが一気になった、愛さんもなったし、スタジオが一気にかかった時、普通に一緒にいて、普通にずっと一緒に楽屋に行って、普通に一緒に帰ってきたのにならなかったんですよ。一人だけ生き延びてなんともないヒヤーって感じだったんですけど、もう今誰もかかってないよみたいな今誰もかかってませんけどっていう時になったらしい。自粛お祈り申し上げます。かわいい。出そう、ニコ生の出そう、私10位だったよ。あれ10位でした、ニコ生の出そう。何だったっけな、一行でね、あのあれもね来たんですよ。あ、違う12位だったらしい。マネさんはテスト12位で、マシと 0.1 ポイントしか変わらんかったらしい。え、マネージャーでは1位だったんて自慢してる。マネネハンもなんかちゃっかりテストを送ったらしいんやけど、みんなの中で言うと12位に入って、マネージャーの中だったら1位だったんで、あれどこ手相あった、あった峰橋ありさ、ポイントで言うと 14.1 で、一行コメントは、いい年ではあるが心ないアンチも出てきそう、タフなメンタルを身につけましょうっていうのが一言コメントなんですよ。なんかどう思うこれは本当に10位のコメントかっていう感じじゃない。いい年ではあるが、す
結構さみんなでね見た中だったらさ結構上位の方じゃないですか。10位って切りもいいし10位みたいな、いい数字なのにさ、いい年ではあるがもっとさそこのいいこういういい年になりますよっていうところさ具体的にさ欲しくない？いい年であるが心ないアンチも出てきそう、タフなメンタルを身につけましょうっていうのが来ました。おもろすぎん？もっとなんか褒めてよ、もっともっといい良かったとこちょうだいって感じなんだが、そう、ちょっと面白い感じの占いでした。占いやったことないですよ、私。占いやったことありますか？最初から頑張れってこと。あ、なるほど、勝負の年だから。なるほど。あ、そういうこと？え、すごい。勝負の年だから心ないアンチも出てくるよみたいな。それに勝ち打ち勝っていけたら。え、すごい。そう考えたらすごくない？勝利盛り上がっとった。すごくない？いけないでしょ？みんな知らしさ。選抜に返り咲けねえよ。って言ってくる人もいるよっていうこと。選抜に返り咲くなんて無理だっていう人にも打ち勝ったら結果が出ますよみたいなことか。なるほど、なるほど、なるほど。10分で1000円とかする占い。それを何、30分ぐらい受けるってこと？でもさ、あいさ占いとかさやってもさトーク力がさ持つか分からんけんさ、なんか怖い、怖くない？あなたは何が知りたいですかとか言われてさ、まあ言うじゃん。これから私はどうなりますかとか聞くじゃん。でこうなってこうなってこうなりますよとか言ってるさ、え、でもここはこうなるとどう思いますかみたいな、頭部つなげてかっていかんやん、あれって。そう、あれがさコミュ力にはさコミュ障には結構厳しくない？厳しい世の中じゃない？だってさ、ほんまかどうかも信じるか信じないかはあなた自体ですみたいな占いじゃないですか。それわざわざお金払って言ってんだけど、だから聞きたいことはとりあえず聞いとこうみたいな感じやん。けど聞きたいことが思い浮かばんかった場合さ、なんか悲しくない？そう、結構私ねそういうの考えちゃう。だから本当になんかなんだ、フレンドリーみたいな人がいいかも。そんなね、ミステリアスみたいな人より。私がだっておらお話し会申し込むか迷う人、あ、こういう気持ちなんかな、自分トーク力ないしみたいな。うん、そういうことか。なるほどね、なるほどね。大丈夫ですよ、みねちゃんりさんのお話し会はあのいろいろ企画とかがありますので、トーク力は全然関係ない。トーク力ない人がやってるから、だって。そう、とりあえず楽しみは OK なので、みねちゃんりさんの話し会はとりあえず参加してみていただけたら嬉しいけど、占いは多分考えた方がいい。めっちゃペラペラ喋れる人はいいんですけど、そう、絶対無理、占いとかは絶対いけない。なんか2人とかで行きたい。私のことをよく知りすぎた人だから、こういうことを聞いた方がいいんじゃないかっていうさ、なんか、あ、確かにそれ聞きたかったことだってなるような人を連れて行きたい。どう思う？死ぬ。そんな感じ。トークしたい人もいる。それはそう、もちろん。それはあの全然この困った時のための企画みたいなもんだから。そう。わかりますか？例えばクイズ大会、クイズ大会の日ですよって作るとするやん。作るやん。したら絶対にクイズを用意していかなければいけないのかみたいな感じでは全然思わなくて大丈夫です。あのこれは。困った時のためというか、もう話したい方がたくさんありすぎてっていう方はもうその話をたくさんしてくださったらめちゃくちゃ嬉しい。
そんなにも私に話したいことがあるのかってなってめちゃくちゃ嬉しいので、もうお話ししてもらって大丈夫なんですけど、そういっぱい話そうと思ってゲットしたけど、ここら辺で話が尽きてきた、あとどうしようって困った時のためのためのためのクイズ大会ですよの日ですよみたいな企画だから、そう、そう話したいこと優先で大丈夫です。初訪問ありがとう。右上のハートを押してルームフォローお願いします。いやーい、企画ってスタッフだよ。ちゃこちゃんいっぱい話してくれるからね、やりましょう。10枚目はあれ間違えた9枚目だった。9枚目はいっぱいやろうじゃないか。今回もたくさん企画を用意しましたので、いっぱいやろうじゃないか。やろうではないか。確かに注意書き米印みたいな、なんて書けばいいんだ、難しい、ね、米印企画は絶対ではありませんなんか意味深だな。なんて書いて分かりやすいんだ。ハートありがとう。美しい美しい美しい、花は変わらず美しいわーい、ハートありがとうございます。着物って登場。じゃん、ばあちゃん家にあった歴史を感じるたくさんの着物様の中からちょっと選抜して、この着物を選抜して着せていただきました。初めて、そう毎年来るからさ、ばあちゃん家には。そう、まあここで配信したこともあるんだけど、何回か着物を着て明けましておめでとうございますってやったの初めて。ちゃっかりなんかお正月っぽいこれもあったからさ、ここに飾ってみたいな、ちょっと雰囲気醸し出して、すごくない？美しい花は変わらず美しい。11月から参加し始めたからこれからだね。また9枚目で、7月までありますからね。9枚目でたくさん思い出作っていきましょう。いっぱい来てね、みんな。オンラインも直接お話し会もあるので、どっちも来てくれるのがとても嬉しいんですけど、オンライン苦手だよっていう方は直接会える方、たくさん来てくれたら嬉しいですし、会場が遠くて直接行けるやつはちょっとって方はオンラインたくさんお待ちしております。皆さんのお力がとても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 重要になってきますので、ここぞ一致団結して、今までで一番高い目標を掲げましたので、全時間完売という高い目標を掲げたので叶えましょう。有言実行させていくぞ。本当に最初ね、7枚目シングルの時、ヘタレタチオの時、絶対無理だよな、無理だけど言わなきゃと思って決めたのが全時間、あ間違えた、全日程感謝解放だったんですよ。そしたらびっくり、皆さんの頑張りのおかげで有言実行させていただきまして、無事8枚目の方も感謝枠は全日程開いたので、今回は
そう、お話し会が部数がね1個減って監視枠が空きやすくなってるっていうのもありまして、そこもポジティブに捉え、監視枠は前シングルよりも空きやすくなったのではないかという考えのもと、それならば全時間完売するのを狙っていこうということで目標を掲げましたので、ぜひお待ちしております。申し込み申請確定ありがとうございます。最初の方は企画変更ないです。何分だ、45分だからもう一回言っとこうかな。今激推ししてるところの日にちと、激推ししてるところは企画やることを固めましたので、もう一度説明しておきたいと思います。ぜひ初めましての方もちょびっとでも一度でもいいので話し会ね参加していただけたらなって思うので、よかったら聞いてください。ST48 9枚目シングルが発売されますと、それに伴いお話し会が始まります。お話し会の受付はもう昨日から始まりました。今からでももう申し込みができますよっていう感じですございます。日付は2月5日、そして2月23日、3月12日、4月1日の全4日間を今おすすめにしております。最初の前半1日目から4日目、詳しく言う、まあ、分かりやすく言うと1日目から4日目をおすすめにしていますと。まず A 期間で1日目から4日目、ここを監視枠を開けることが目標です。まず第1関門、そして第2関門は A 期間終了までに2月5日初日の2月5日2時間目、5時間目、6時間目と3時間あるんですけど、この3時間を完売させることが目標です。なので一番おすすめなのは初日の3時間が全ておすすめなので、ここが一番おすすめとなっております。ここで何をするかと言いますと、2月5日は、早めのバレンタインデーということで、ブラウンコーデ、お洋服はブラウンコーデ、チョコレートみたいな甘い系のブラウンコーデに決定します。で、企画といたしましては、皆さんのバレンタイン思い出エピソードを公開していただく公開していただくバレンタインの思い出エピソードを話してもらおうという企画、まずはね、と全時間参加、2時間目、5時間目、6時間目とあるんですけど、3時間全時間来てくださった方には6時間目、一番最後の時間で〇〇ゼリフプレゼントみたいなそういう企画がくっついてきますっていう感じです。まあ、ここは初日なので、そう、話すことがなくなったらというかね、何を話そうかって迷っちゃった時にはバレンタインの思い出エピソードを話してくれたら嬉しいよっていうだけでありまして、絶対に話してほしいっていうわけではないので、たくさんね、初日始まりましたねとかいう話をいっぱいしていけたらなと思います。そして2月23日続きまして2日目、2月23日はパワーアップした似顔絵企画です。パチ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 、今までは電子メモに書いてスマホをスキャンしてやってまいりました。この峰吉アリスの第2期似顔絵公開の企画なんですけどもこれをこの、ね、白黒似顔絵もめちゃくちゃ味があってよかったんですけど、今回は少しだけパワーアップさせようということで、画用紙を持っていきまして、画用紙にそのまま似顔絵を描きますという企画に今度は変更しようかなって思いました。なので、まあ
クオリティ、その演技側のクオリティはその時間にもよりますし、短かったらシシシシシャーっていう感じの、そうだよねって話しながらの短めの似顔絵になってしまうんですけど、たっぷりと時間があったらもう色もつけちゃうよみたいなサインもつけちゃう、に一言メッセージも書けちゃうみたいな感じの時間があれば、あのクオリティも高くなるよっていうパワーアップした似顔絵企画を今回取り入れてみましたので、これ結構あの楽しい、楽しいと思う、おすすめよろしくお願いします。そして3日目、3月12日は、ラスト JK LJK 高校3年生ということで、3月がねで高校卒業ということで、最後に制服を着ておくぞという思いも込めまして、セーラー服、服はセーラー服で、企画の方はホワイトデーのお返しエピソードを聞いちゃうよっていうとこと、お悩み相談室、皆様のお悩み相談に乗ります。 NJK ミネオシャリサガっていうね企画となっております。ここも結構楽しそう、盛りだくさん。そして4月の1日4日目、おすすめ日4日目、4月の1日はエイプリルフールということで、イースターでもあるので、服はウサギコスプレ、ウサギコスプレで、ここはエイプリルフールなので、嘘のような本当のような騙し合いのようなお話を繰り広げましょうっていうのが企画になってます。ここはざっくりなんだけど、これでいけると思う、面白そう。エイプリルフールだからね、嘘もついていたいこと、本当のような嘘の話、嘘っぽい本当のような話、たくさんやっていきましょう、楽しみな感じです。がオンラインのおすすめ4日間で、幕張メッセ、3月25日に幕張メッセで直接会えるお話し会もあるんですけど、ここは制服、オンラインお話し会の方はセーラー服を着るんですけども、直接会える方はブレザータイプの制服を着ようかな思います。幕張メッセは2時間目がおすすめです。ここ昨日ツイートしたのにプラスになってるので、後でツイートするんですけども、お見逃しのないよう、昨日はオンライン4日間だけおすすめだよってツイートしたんですけど、幕張メッセ直接会えるお話会2時間目も今おすすめに入りました。よろしくお願いします。2月の5日初日の2時間目5時間目6時間目そして2月23日4時間目、3月12日の2時間目、4月1日の2時間目からの3月25日直接会えるところの2時間目が今おすすめとなっております。これあのショールーム終わりましたらツイート、今ねあの書くものがなくて口で説明したんですけど、ツイートするので見ていただけたらわかるかなと思います。ツイッターの方もフォローしてツイートが来るのをお待ちください。初訪問ありがとうございます。よかったらルームフォローお願いします。で、フルカラーメッセージ付きなら最低何枚あれ、わかんない、それは最低何枚でやってみないとわかんないけど、何枚なんでしょう。でもまずはあのそんな今ね上限がね今あるのでバーンとは申し込めないんですけど、枚数があれば時間も増えるので、だからクオリティどんどん高くなっていくよっていうところではありますね。よろしくお願いします。メ
メール登録しました。お話し会を申し込んでみます。嬉しい、ありがとうございます。キッキーさん、はじめまして、楽しみましょう。嬉しい。もうね、今すぐにでも申し込みはできますので、受付始まってまして、今すぐにでもお話し会参加できます。はじめましての方も、もうウェルカム、ウェルカムですよろしくお願いします。三好有さんの建てました、高い高い、高すぎる、今の自分には高すぎる目標を叶えるためにも、ピヨーンと飛躍して高い壁を乗り越えるためにも、皆さんのお力をお借りしたいなと思います。よろしくお願いします。応援のほどよろしくお願いします。そんな感じでございます。とりあえず木曜日の5日木曜日の13時までが一時受付なので、1枚からでもとりあえず申し込んでみていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。じゃあちょうど5分前になりましたので、あれをランキングを読みます。13位、ウオヘンドさん、12位ひでじろうさん、11位ひろたんたん、10位ひでさん、9位あやさん、8位ティガー、7位ウニさん、6位ひとりごとさん、5位ひげのまささん、4位せいちろうさん、3位バンジョラさん、2位やすべえさん、1位はドルルン、おっしゃん、ありがとう、イエーイ、ありがとうです。明日書きます。タワー、ありがとうございます。2月5日かわいいうさぎ年の自分の誕生日、誕生日トリコ様誕生日、初日誕生日か、待ってるね待ってるね、熱お待ちしております。プロフィール欄におすすめ企画、そうね、載せます。ショールームの、ショールームのプロフィール欄からすぐキャラアニへ飛べるようにしておきます。ラジャ、そうもありがとう。もうすぐ終わっちゃうんですけど、よかったらルームフォローしていただけると嬉しいです。目標は高く有言実行を目指して、まだ始まったばっかりですけどね、いい期間、最初から勢いをつけていくことが大事ですので、はい、皆さんの力をお借りします。8枚目ではね、あのギリ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 セーフ、ギリギリ有言実行っていう感じでね、 A 期間で1個も監視枠が出なくて、 B 期間からね頑張ってっていうとこがあったので、今回は A 期間から、A 期間のところから日数も多いのでね、早めに出していかないと間に合わないぞっていう感じなので、うさぎのようにぴょんぴょん行きたいと思いますよろしくお願いします。応援の方はよろしくお願いします。いい、選抜ダッシュ、選抜ダッシュへ、選抜だ、配信後に申し込みます。チョリー、エビチョリタン、ありがとう。待ってるね。いっぱいお話しましょう。それでは、おやすみなさい。初のお家から、おばあちゃん家から着物配信でした。バイバーイ。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。
また来年違う柄着てるかも。おやすみみんゼミ。59分だ。バイビー。お申し込みお待ちしております。